双日、清宮は1安打24球、公式戦連続本塁打8でストップ。2打数1安打24球でチームの勝利に貢献した清宮、右から2人目。拡大写真。第99回全国高校野球選手権西東京大会は25日神宮球場で準々決勝が行われ、総見が 5-1 で日本学園を下ろし準決勝へ駒を進めた。総見の怪物スラッガー清宮幸太郎内野手3年はこの日3番1塁で先発出場、2打数1安打24球の活躍でチームの勝利に貢献した。注目の清宮の第1打席は四球。初回一矢一塁から外角低めのボール球を選びチャンスを広げる。6番雪山の内野安打を野手が弾いた隙に二塁から一気に本塁を狙うなど好走塁も見せ2点目のホームを踏んだ。二矢一塁で迎えた2回の第2打席はストレートの四球。130キロ台中盤のボール球を外角、内角、低めと見極め、2打席連続で出塁した。先頭打者で迎えた4回第3打席は、レフトへの2塁打。追い込まれた後、フルカウントから133キロの直球を打ち返した。2走者なしで迎えた6回第4打席は低め136キロの直球を打ち損じ1ゴロに倒れた。7回の守備では無視1塁から送りバントを2塁に送球し併殺に打ち取るなど守備でも貢献した清宮。歴代1位に並ぶ高校通算107号は出ず、春季東京大会から続く公式戦連続本塁打は8本でストップした。